真ん中は狭くされてるんで後ろに下げて山本、シュートが決まった。キャプテンのスーパーゴール。87分、山本追いつきました。甲府スーパーショット、山本。次がやってきます。それだ、早めに入れて中4人います。放り込んだ、少しサーブ、山本、ベテラン山本決めました。甲府同点。がありましたね。インスイングで向かってくるボールですけど、うまく、人はいますけど、木村の前で山本触りましたね。本当、すみません。本当に背負って、みんな頑張ってるから、最後の最後まで一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。お見久しぶりだ、と言っても俺はお前には会えないけれども、500試合すごいね、おめでとう。まあ俺はこう離れたけれども、まあ、甲府はお前と共に強くなっていったような、そんな気持ちがするな。あ、これからまだ坂人生続くと思うけれども、ぜひその お前のプレーをまた見たいと思っておる。ぜひ600、700まで、いけるように頑張ってくれ。本当におめでとう。以上。おみさん、J500 試合おめでとうございます。プロ1年目の時は大変お世話になりました。またご飯連れてってください。まだまだお互い頑張りましょう。山本秀臣様、J リーグ500試合出場おめでとうございます。まだまだ頑張ってください。奥さん、500試合おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、500試合ってすごいですね。いや、本当にね。何歩ほど出るんですか。本当にもう600いけるよ、あの人は。そうですね。しかもほぼ1チームですよね。誰。ほぼっていうか、ほぼ甲府で。レジェンド20年ぐらいいますからね。いや、本当に。あのインターセプトと、縦から入れるアウトサイドのキック、あれ一級品なんで。まだまだ見たいな。いや、ラゾーンでオミさんね。いや、もう何回もやってる、ね、日本一のインターセプトあるから、ね、でもね、オミさんはマジで怖いからね。その噂もよく聞いてます。俺が今まで会ってきた中で一番怖い人です。最初はね。だけど、めちゃめちゃ面倒見ですし、優しいんで。じゃあ行きますか、このご飯。はい、行きましょう。甲府に来るんで、オミさん、はい、野上と佐々木と柏で、よろしくお願いします。ご飯お願いします。シースお願いします、はい。東京ユナイテッドの保坂和成です。尾身くん、500試合出場誠におめでとうございます。尾身くんのプレーは、今もダゾーンで拝見させてもらってますけど、まだまだできますね。キレキレですね。ぜひこのまま現役で60歳までプレーしてください。期待してます。話は変わりますけど、僕も今所属チームで4番をつけています。それは尾身くんに憧れて4番にしました。嘘です。また甲府に行った時には、祭りでこれやるんで、その時はぜひ来てください。呼びますね。ごちそうさまです。尾身くん、これからも現役で頑張ってください。尾身じい、500試合達成おめでとうございます。ついにですね、まだまだ尾身さんのようなチームを引っ張る存在は必ず必要なんで、共に
600試合目指して頑張りましょう。そしてプライベートでまた一緒にハカを踊れるのを楽しみにしてます。ゴルフとご飯の誘い待ってます。おめでとうございます。オミ、J1、J2 通算500試合出場おめでとうございます。本当に偉大な記録を打ち立てた選手と一緒にやれたことを誇りに思ってます。オミのサッカー IQ の高さ、日頃の努力を知ってるだけに、この数字というのは我がことのように嬉しいです。これから1年でも1試合でも多く試合に出場して甲府のためにサッカー界のために貢献してください。期待しています。